はようございます。おはようございます。石くんチャンネル今日も始まりました。石くんです。そして、はい、今回はね、前回に引き続き、桃の木川で、通り物の皆さんがね聴講してるということなんでね、通り物の皆さんのね聴講にお邪魔します。ということでね、クリアよろしくお願いします。今回ですけども、あ、どうした副会長、はい、副会長のシンチャライスということでね、古谷会長、どうでしょうか、今、長官の方としては。今年はね、僕はあまり続いてないんですけど、でもここすごい、みんな上がってるんでね、この間なんか一人で10本上げた人もいて、ああ、そうですね、大事な、はい、で、肩がね、80代、はい、結構乗ってるんでね、はい、楽しいところだと思います。楽しみな釣り場ではありますよね、今回はね、はい、でね、今回ですけども、なんか重大発表があるとかないとか聞いたんですけども、どうですかね、何かありますか。何か変な質問あそこに何かいますねあそこに何かいますね何がいるんでしょうか。タイガーマスクがいますね。変な。いやいや、まあ、そういうのがよくないな。タイタニックやってますね。タイタニックがいるよな。タイタニックやってますね。あ、来た来た来た、こっち来た。来ましたね。危ない危ない。危ないっすね。タイガーマスク。なんかチーさんみたいな。あれ、おじさんみたいですね、どっかの。なんだあの人。もしかして近所のおじさん説がありますね、これ。変なおじさん。来た来た。危ない危ない危ない。来ました来ました。危ない。だんだん近づいてきましたね。一体誰なんでしょうか。スケさんです。はい、ということですね、皆さんお待ちかねです。ついに待ちに待ったスケさんがね、石くんチャンネルに復活しました。スケさん、はい、待ってましたよ。待たせたな嬉しい限りです本当に嬉しい限りですということでね、スケさん、見てる皆さんはね、はい、そうですね、あ、そんと言ってやってください。まあ特にね、あれっすよ、西君と何かあったっていうわけじゃないんですよ、絶対。ただ、まあ、ちょっとね、一歩引いた目線で、まあ、ずっと見てて、やっぱり、まあ、西君はすげえ男だなって思って、これでも誰か助けなきゃいけねえだろうと、俺しかいねえだろうっていうということで、まあこれをね、頑張っていこうと思うんで、よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。ここにね、石くん、助さんコンビ復活です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、早速桃の木川でどべてましたね。どべてた2回2回どべてましたね。すみましょう。じゃあね、はい、じゃあ助さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてですね、揺らすな。すごい、パーッとパーッと浮いてる。はい、いきますよ。はい。ねえ、サイレンになっちゃったよ。サイレンになっちゃった。もうダメだよ、もう緊急事態だよ。ちょっと、ね、これはどうする。じゃあ、ということで、皆さん、まあ、これ一本作ってまして、そうですね、はい、じゃあ皆さん気合い入れて釣るぞ。ありがとうございます。はい、ということで、何かゆっともしねえし、でかそうだね。
大丈夫ですけど、やっちゃいに行きますよ、俺。うん、次のタムいらねえから、ね、あ、もし会えたらタム出しましょうか。あ、大丈夫もうこの余裕なんなのこの余裕、はい、キノコはこのさ、はい、川内さんがあのタム、はい、バクチンとバイトやっぱつかさん、つかさん余裕です。魚かかってるのに余裕です。まだでもやっぱちょっとかかってる、かかってる、引いてる、ここ上げられるから大丈夫だよね。そろそろ自分上げてもいいですか。じゃあしょうがねえな。それだけ言ってるからね。なんと忘れてたってことあった。おお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 あ、俺も出るな。おお、でかそう。こんな余裕な釣り師いるんだ。つけさんヒット。ボイリー。おお、でかい。団子。いけ、なんかかかりに入ったもんね。団子。入っちゃった。ボイリー。ボイリー。出た？あ、大丈夫ですか。あ、出たね。これ食べながらね、ライトアップして。結構出るじゃん。もうだって対岸に投げてますから。どべってないですか。どべってないですか。結構出る。え？ポップアップに来たって。ポップアップ。ポップアップに来たって。ポップアップ。ポップアップ。俺も初め気使ってたんだけど、あ、団子で食っちゃからいいやつ。やめちゃった。あー、もうあれだもう。一分がねじり来るのね。スケさんじゃないか。あー、スケさん。石くんまで。スケさん、水股がねえよ。え？あの、これの玉編みの先の二股のところ。あー。じゃあ置かなくていいから、置かなくていいから。置くのかよ。大丈夫だよ。いや、竹谷さん持ってたよ。俺が閉めてくれない。俺持ってた。持ってたけど、誰か竿のあんま寝かせるのがいいよ。いや、何係に入ったんですよ。寝かせとこったら寝かせとこねえから。じゃあ、あげちゃう。またじゃん。ほらほら、かかりに入ってますよね。かかりに入ってる。どべてる。どべてる。どべてるって何？寝がかり。どべてんじゃねえか。ありました。ありました。どべてんじゃねえのか。あった。もっと瞬間にずるって言ったからさ。やっぱり。やっぱり劣化じゃダメなんだな。劣化じゃなきゃ。俺の劣化は何万人。入っちゃった。社長さん酒飲みきてるだけでしょ。そう俺もチェイスです。楽しくこの時に行けるんだもんね。そういうこと、仲間が釣ってくれるやつはいいんだもんね、うん。しんちゃんヒットです。さてどうでしょうか。うん、あの古谷さんのに絡んでるけど大丈夫です。そのまま巻いちゃって大丈夫です。生命反応ありですか。生命反応あり。やっぱ狙うはトップ賞ですね今回の。さあどうでしょうか。生命反応あり。そっち移動しちゃった方がいいかもしれないですね。重いな。お、重いっすか。いやいや、これは期待できるな。さあ、石くんチャンネル始まるよ。お、目の前まで来た。
とはゆっくり竿を立ててください。あ、ダメだ、ライン絡んじゃってる。こっちそうそうそう、じゃあもう一回こっち来てもらって、あ、今スプレール、あ、違う、こっちスプ、はいはいはい、でそのままちょっと上げてもらえれば大丈夫です。さあそのまま立てちゃってください、ゆっくり。はい、おお、来た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 、あとはちょっとドラグ緩めてもらって糸を出してもらって、はい、バッチリです。いや、いい声じゃないですかこれ。皆さん見てください、ここにヤバそうな車が止まってます。これはね、後でじっくり愛車紹介の方を撮らせてもらいたいと思います。あれ、車のナンバー映っちゃってますけど大丈夫ですか。やべえなこれ、一発一発目。あれ、これはラッピングではないですか、これ塗装なんですか。うわ、すげえ。いや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 、サイズの方がですね、何センチくらいでしょうか。72.3、サイズの方が73ぐらいか、75ぐらいだったかな。サイズが75センチですね。おめでとうございます。寝起き一発目来い、手持ちをお願いしましょう。おめでとうございます。次はサイズアップをお願いします。はい、頑張りましょう。はい、それじゃあお別れの儀です。はい、いいですよ、バイバイバイ。はい、ということでね、今回の聴講を終了しました。望月会長、古谷会長、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ね、聴講の方としましてはね、騒がしら誰でしょうか。はい、久保さんですね。何本でしたか今回。9本。欲張りということでね、今回はね、まあちょっとファイトシーンはね、ちょっと少ないんですけども、まあ聴講の方にも恵まれてね、とてもいい聴講だったと思います。はい、なんでね、そうですね、皆さんにここで一言ずつねもらっていきたいと思います。でかはい、続いてどうぞ。今回あの諸先輩方に大変お世話になって、改めてこいつりっていうものを学ばせていただきました。はい、まずは道具を大事に綺麗にちゃんと使うように。それだけは間違いないです。はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。もう俺出ちゃうもんね。うん、どう、あ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。初めてこの桃の木の方に来て、9本も連れてね、はい、本当良かったです。はい、80代4本の74本、はい、で70以下が1本 で9本出ました。はい、ありがとうございます。これやっぱ腕の高で、ね、いやいや、そんなことないですね。皆さんの おかげで、はい、ありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。おめでとうございます。そしてしんちゃんです。そしてしんちゃんでーす。リスクでーす。ちょっと弟久保兄弟です。リスクでーす。楽しかったです。またやりましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。あっちの方に来たんです。来たです。小泉4回目で、
70台を昨日上げました。ちょっと記録更新ですよね。そうですね、はい、ちょっと60台からの70だったんです。ちょっと70いってたんで、あ、はい、ちょっと難しそうですけど、まあ、次は80台を、いや90台、90台、はい、飛び来たんで飛びましょう。飛びましょう、はい、じゃあ次は90台で、はい、狙いますよね。ますお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次近所のおじさん。はい、近所のおじさんです。キくんです。嘘つけ。いやー、本当ここに来てみんなといいメンバー、うん、楽しいこと、はいはい、って、はい、釣れなくても面白い、ね、これが石ちゃんです。石くんちゃんです。石くんちゃんです。でも、はいね、はい、会えてるって。ああ、そうですね。あ、またスケさんと会えたもん。マッポリ飲みすぎてんです。はい、じゃあ最後に一言お願いします。マッポリおじさん、これからもお願いします。お願いします。こっちだ、絶対に。お願いします。はい、今日ね、遠くの方からモモの木が出てなかったね、はい、9本も出てたし、はい、ね、よかったですね。そうですね、みんな超過の方は ね、よかったんでね。俺は釣れなかった。俺も釣れなかったです。また、はい、縁があったらまた一緒に。そうですね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、会長、もつにごちそうさまでした。ごちそうさまでした。で、古谷さん。皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。ですね、はい、20年ぶりぐらいかな、はい、ドイツでまた始めましてね、やっぱり楽しいですよ。そうですね、その中でね、うん、まあ、感覚も鈍ってるのもあってですね、最近超過には恵まれてないです、はい、ですからやっぱりね、皆さんの仕掛け、メンサー見てやっぱり独自性を持って人生を持ってね、はい、こだわり持ってやってるのを見てね、あ、今日はなるほどと思うこともたくさんありました、はい、なのでですね、うちの会の人間もまだ新しく釣りを始めた方が多いんですね、はい、その中でもう2泊3泊で当たりがないっていうことをね、はい、もう覚悟した上でこういう釣りやってるんですね。あ、諦めないんですね。そうですね、まあ、行けば釣れるっていうわけじゃないのはこういう釣りだってことですね。あとはこういう釣りですからね、身に染みて、学びました、はい、また諦めずにやりたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてね、最後はやっぱりこの男です。来ましたね、えらい男前。おいおい、どこ行くの。じゃあ今回、まあ、復活しますね、うん、ということで、まあ、登竜門さんとの、はい、まあ、一緒にできたっていうのはもう僕にとっては最高に、まあ、いい場所、いい人たちと呼ばれて復活できたかなっていうのは、うん、すげえ嬉しいですね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、長官の方はね、うん、まあまあ聞かないでっていう、独立2回戦聞かないで、はい、スケさんじゃなくて、ね、今度はドベさんと呼んでもらえればね、はい、いいのかなと。で、またあと、で、副長です。副長で、副長飲みすぎだからね。うん、はい、でもね、楽しかったですよ、うん、そうですね、本当に楽しむのが一番ですからね、はい、じゃあいいですか、はい、ということでね、今回の動画これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。